寝る前3分集中講義。はい、ということで始まりました寝る前3分集中講義、かきたまチャンネルの吾妻優心です。本日10月3日木曜日、ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、今朝ゴミ袋、お家の燃えるゴミを入れてるゴミ袋に普通にゴミを入れて、でなんかそろそろゴミ溜まってきたなと思って、今日捨てちゃおうと思って結んでさ、捨てに行こうと思ったら、ゴミ袋のこの、なんていうのかな、ここ側面が破けてて、ゴミが3分の1ぐらいもうダーって出てて、ゴミ箱にゴミ袋入れてるんだけど、そのゴミ袋をゴミ箱からこうバーって取った瞬間、ダーって出てきて、うーわーってなってる。朝から最悪の気分でしたが、皆さんはいかがお過ごしですか？私ですね、この YouTube のこの寝る前3分集中講義でですね、話すことは学校で、生活していく中で私が考えたこととか、登下校の時とかね、いろいろ今日の動画どういうことを喋ろうかなとかね、商品紹介とかさ、したりなんか大掛かりな企画をやるタイプの人じゃないので、私はこういうね、日常系のお話を、まあ、基本的にしてるじゃないですか。なので、このネタとかを考えてる時も、この日常生活の中でなんか考えてるんですけど、今日ね、この学校から今帰ってきてすぐ撮ってるんだけど、まあ、毎日ね、学校から帰ってきてすぐ撮ってるんだけど、帰り道にね、すっごいいいネタ思いついたの。で、うわ、これ、しゃーべろと思って、お家帰ってくるじゃん。忘れてんのよ。もうさ、うわ、忘れたと思って。だって、学校からお家まで、まあ、数十分ぐらいかかるけども、歩いてね、登下校してますけど、忘れちゃって。だからね、ネタ帳？これね、私が使ってるネタ帳、第5のすぐメモシリーズ。これね、めっちゃコンパクトでいいんですよ。この、プログライズキーと、同じぐらいのね、大きさ。プログレス機、これね、カメラ枝の編集ですけど、そう、すごいっしょ、これね。これと同じぐらいのコンパクトさ。これね、めっちゃ重宝してるんだけど、これをね、いつもね、リュックの中に入れてんの。だからさ、その思いついた時にすぐね、書けなくて今日も結局忘れちゃったわけだから、もうこれからね、明日から毎日、ポッケにね、入れてね、生活しようってめっちゃ思った。今日ね、すっごい帰り道でね、あ、これいいと思って、で、これみんなも共感してくれるかなみたいなこと考えて、歩いてきたのに、もう近いで、もう手洗って、なんか、カバンとかなんか置いて、なんか水筒とか洗い物の流し台に出したら、もう全部忘れてて、あ、なんだっけってなって、もうほんと今日、ほんとダメだなって思って、今日話すことは、このネタ帳の中に、いつ書いたかわからないんですけども、あったものでございます。大人になったなぁと思う瞬間っていうのをちょっと話したいと思います。なんかもう、そういうトーク番組みたいなっていうのはネタ切れの人感がすごいけど、別にネタ切れとかではなくて、もう忘れたっていう、本当にごめんなさいね。次からはもう鮮度たっぷりのね、お話をお届けできるように私も努力しますのでよろしくお願いします。ということで今日はですね、大人になったなぁと思う瞬間、皆さんもありますか？私は今19歳です。私は生年月日が2000年の4月15日生まれで、今19歳。まあ、あと1年しないうちに大人になってしまう。本当に大人になってしまうわけだけども、19歳の私でも、こう19年ね、人生を生きてきて、まあ、後半、この15歳ぐらいから上からになった時に、こう感じてるんだよね、この大人になったなぁというか、まあ、これ昔の自分だったらこうしてたけど、今はこうできるってなんかちょっとすごい成長だなって思うところがあるんですよ。例えば一番よく私が成長を感じるのは、我慢ができる時。なんか、冷蔵庫に美味しいシュークリームが入ってて、夕ご飯食べた後で、あ、このシュークリームまだ一応食べれるけど、なんか今食べたらお腹いっぱいになっちゃうな。明日の朝起きて、なんかいろいろ作業とかやった後に食べた方が絶対お腹も空いてるし美味しいなって思った時、昔の私だったら絶対夕ご飯食べた後に食べてんのよ。だけどほんと最近の私はね、ほんと偉くて、自分の励ます会に今日はなっちゃうと思うけど、本当に偉くて我慢ができるの。あと、学校帰りにコンビニを通るんだけど、そのコンビニで、あ、でもローソンだとしたら、あ、ローソンの今日なんか新しい新作のスイーツ出てたなとか思って、ちょっと迷うんだよ。その、買いに行こうかなとか。でも、行かないんだよ。お家帰って普通に、なんか夕ご飯とか作ってんのよ。すごくない？なんかね、その我慢ができるようになったのは、すごいなって思った。あとは、電車、私、まあ、たまにね、電車乗るんですけど、その電車でこう、まあ、席が一応空いてるけど、まあまあ結構混んでる時、なんか座れそうだけど、座れるかなみたいな、わかんねえかなっていう時も、別に、立ったままでもいいやって思える時がなんかね、大人になったなって思うんですよ。私、昔だったら絶対もう、
ちょっとでもすぐ、一席空いたらすぐこうやって、すってね、座りに行きたかったはず、絶対。まあ、沖縄電車ないから、私、育ちが沖縄なのでね、ちょっとわかんないけど、その、いや、私だったら多分座りに行ってた。でも、今なら、まあ、二駅なら、立っとくか、みたいな、なんかその、ちょっとなら立っとくか、みたいな、ね、そういうね、気持ちになれるのは、私の中では新鮮だなってね、そういうのを思う瞬間ってね、その時じゃなくて、その時がちょっと終わった後、だから電車乗ってて、あ、今日はまあ、立っててもいいか、って立って降りて、パスもピピってやった後に、うわ、今日立ってたやん、とか思うんだよね。そう。あと逆にですね、なんか、いや、私はやっぱまだまだ子供だなって思う瞬間もあって、やっぱりこういう仮面ライダーとか、プリキュアとかね、やっぱ今でもずっと好きなんだよね。で、それ、これが子供向けのものが好きっていう大人は悪いっていうわけではないんだけど、やっぱり、その、仮面ライダーのベルトの CM とか見たら、欲しいとか、プリキュア見たら、プリキュアーってやったりとか、なっちゃうのはね、やっぱね、まだまだだなとは思う。でも、これを変えたくはないなと思っちゃうんだよね。その、童心に変えるっていうのは大事なことだなと私は思うんですよね。いつまでも、その、思い出を忘れないっていうですね、そういう気持ちで私はやっていきたいと思うので、これからもね、まあ、仮面ライダーとか見るけど、やっぱりね、その大人になっていかなきゃいけない部分、社会のマナーとかさ、勉強しなきゃいけない。皆さんわかります？この飲み物だとして乾杯ってするときね、私が一番年下だったら、これが上司の先輩のコップだとしたら、乾杯ってやるときこうやってやっちゃダメなんですよ。部下は上司よりもグラスのこのちょっと下げて乾杯しなきゃいけない。こうやって。年下ほどこうやって下げていくのよ。だから私がこの中で一番年下だよって言われたら、こうよ。こうよ。こうやって乾杯ってやんなきゃいけないとかね。こういうね、皆さんわかんないでしょ？こういうルールとかもね、大人になるについて勉強しなきゃいけないわけ。皆さんはですね、なんかありますか？こう、自分がちょっと大人かもとかね。昔だったらできなかったけど、今はできるとかね。勉強とかはなしね。そんなのみんな勉強やっていけばできるから。教科書進めていけばできるから。この間、一長一までは足し算しかできなかったけど、今三次関数できるとか、それはなしね。そういうの以外で、その日常生活の中で皆さんが、こう、これは大人だったなとか、その、やっぱまだまだこれは子供のままだなってね、思うところあったらぜひコメントください。ということで、以上、ちょっと今日は短いかな？いやでも、9分撮ってるんでね、今日は、ここまでにしましょう。ということで、以上、本日の寝る前3分集中講義はここまで、柿玉チャンネルの吾妻由真でした。たったー。